はい、大楽の窓です。今回の話題、アメリカのグラミー賞、アジア人はもらえない、差別に違いない。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。アメリカのグラミー賞受賞式、つい先日にはアカデミー賞の方でウィル・スミスとクリス・ロックの毒舌対ビンタ、この一戦で世界中の話題となりましたけれども、その後にはウィル・スミスがアカデミーから退会したり、あるいはご両人とも以前より個人的に抱えている、そんなね、メンタルヘルス、そんな話題も報じられましたけれども、まあ、あのような騒ぎを起こしますと本来表沙汰にはならなかった話まで出てきたりするものでありますよね。これも一つの定め、こういうことかもしれませんけれども、どちらも実力のある人なんでしょうから、別にグラミーだけに固執しているわけでもないでしょうし、本人たちにとっては結果として良い方向に流れてくれればそれで良いのではないでしょうかと私は思います。一方、今回の話題でありますけれども、グラミー賞なんてもう出なくて良いなんていう人たちも出てきたようです。まずは韓国のローカルメディアからの報道です。防弾少年団はアジア圏の歌手としては初の4年連続でグラミー賞受賞式の舞台に上がり、2年連続で同部門にノミネートされたが、最後まで受賞の壁は越えられませんでしたというね、こういう報道でありますけれども、やっぱりダメだったかということですよね。ミュージックビデオの視聴もダウンロードも頑張ったのにというところではないでしょうか。昨年にもデジタルシングルダイナマイトで受賞候補に上がったものの、アメリカのポップスターレディーガガ、そしてアリアナグランデがレインオンミーで受賞してしまったというね、こういうことも書かれております。まあ、残念さは伝わってきますけれども、比較的これあっさりした記事ではありますよね。ところがこれで終わるわけではありません。ここに感情をあらわに肉付けをしてくる、そういった人たちがいて、この記事も投稿物としては完成ということであります。ここに寄せられたローカルの声をね、今回はこちらから見てまいりたいと思いますけれども、受賞する資格は溢れるほど十分あるのにということでですね、これも先ほどね、私がちらっと言ったことと同じですよね。ビルボードの週間チャートか何かと勘違いをしているのではないでしょうか。グラミー賞を何枚売れたとか、何回ラジオでかかったとか、そんな基準を持ち出して選ばれないのはおかしいなどと言い出したら、それこそアメリカ人に邪魔するなと怒られますけれどもね。それからですね、これが白人なら4冠王を達成している差別だと、このようにね、出てくるわけでありますけれども、勘違いしちゃいけないのは白人だろうとアメリカ人だろうとですね、まだまだ取れないで頑張っているそんな人たちが5万といるわけですけれどもね。それからグラミーの壁が高かったのではない、品格がゴミなだけだと、こんなことをね、言い出しております。欲しいと言っていくらでもね、手は出すものの、いざもらえなくなるということがね、分かるとですね、表現したように悪態をつく、こういうことですけれども、本当に道徳上よくありませんよね。それからですね、賞をくれないのになぜ呼ぶのかというね、こういうことを言い出しておりますけれども、チンピラじゃあるまいし、これじゃあまるで脅しと変わりませんよね。こっちだって子供の使いじゃないんだから手ぶらで帰れって言われても困るんだよなと、こういう言い草でありますよね。それからもうグラミー賞には行くべきではない、ボイコットだということでありますけれども、好きですよねボイコット、ぜひボイコットしていただきたいと思いますけれども、それからグラミー賞の名声も地に落ちたというね、こういう意見も出てまいります。確かにそういう部分もね、ないとは言い切れないと思いますけれども、自分たちが賞を取れなかった時に限って騒ぐのであるならば、それはやっぱりみっともないですよね。これが例えば審判買収が疑われるような、誰の目から見てもおかしいと思うようなね、そんなスポーツの不正試合ならともかく、今回防弾少年が取れなかった、受賞できなかったことについて、別にこれアメリカ社会でブーイングが起こっているわけでもありませんからね。それからですね、 BTS のグラミー賞はもう諦めるべき、アジア人である限りもらえるはずがないと、こんなこともね、言い出しております。
これも完全なる捨て台詞でありますけれども、お気持ちはよくわかります。でもね、アジア人がもらえない、冗談ではありません。これまで日本人、日本国籍のグラミー賞受賞者は20人、そして今年もねやりましたよね。世界最大の音楽の祭典第64回グラミー賞で日本人メゾンソプラノ歌手の藤村美穂子さんが参加した交響曲が受賞の快挙を達成しましたと、ね、こういうニュースでありますけれども、藤村さんは岐阜県出身で東京芸術大学を卒業後世界的な歌手として活躍し、2014年には紫綬褒章も受賞していますというね、こういうことであります。まあこれが現実だということでありますけれども、ところが韓国さんも負けてはおりません。今年グラミー賞受賞式で最優秀楽曲と最優秀レコード賞を獲得して4冠に上ったシルクソニック、個々のメンバーの一人アンダーソン・パックはアフリカ系米国人の父と米国に養子縁組された韓国系米国人の母の間で生まれた韓国系米国人ということであるそうであります。それからさらにはですね、グラミー賞候補ジャパニーズブレックファーストは韓国系、ギター兼ボーカルのミシェル・ザウナー33歳はアメリカ人の父、韓国人の母親の間で生まれた韓国系アメリカ人。ツイッターのプロフィールにもアイムコリアと書いた。新人賞ベストニューアーティストとジャンル分野の一つであるベストオルタナティブミュージックアルバム部門の候補にノミネートされたが受賞は難しそう。それからジャパニーズブレックファーストの名前についてでありますけれどもね、ある日日本の朝食写真を見て癒されたので気に入っただけ、日頃より韓国人のアイデンティティを持っているつもりなので自分が日本人と間違われるとは思わなかった、こんなことを言っておりますけれどもね、何なんでしょうかね。まあちょっとしらじらしい感じもするんですけれども、要するに洋日みたいなものではないでしょうか。アメリカで東洋人がジャパニーズと名を語ればですね、誰だって日本人かなと思うはずであります。まあこの人はね、ノミネートされただけで受賞にはかすりもしなかったということらしいですけれども、いずれにしても防弾少年は受賞を逃したが、他にもまだまだ韓国の地はアメリカで活躍しているんだぞと、こういうことをね一生懸命報道しているということであります。それから最初の人ですよね、何なんでしょうね、あれ、アフリカ系米国人の父と米国に養子縁組された韓国系米国人の母の間で生まれた韓国系米国人ということらしいですけれどもね、ただこの人はね大活躍してね4冠だということらしいですけれども、何が何だかもうよくわけがわかりません。それにしても韓国を脱出して海外で暮らしたいと考えている人は今でもね後を絶たないそうでありますけれども、こうして何世代にもわたって祖国から追っかけ回される、本当に大変なね境遇ではないかと想像します。まあ今からもね、もうあの国は嫌だと言ってね出ていく人たち、その辺はね覚悟した方が良いのではないでしょうか。はい、ということで今回も皆様ここまでご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。以前タイのネットでは防弾少年団のグラミー賞受賞の可能性についてこんな率直な意見もありました。例えばですね、 YouTube での最大視聴回数にしても BTS がまだ世界の名だたるアーティストを超えたわけではありませんということでね、一生懸命 YouTube の視聴が上がったとしてもそれだってまだ超えてないよという意見、それから別に軽蔑するわけではありませんがビルボードなどのチャートは実態を反映していないと思いますということでね、私も先ほど言及しましたけれどもね、ヒットチャートのランキングではありませんからね、グラミーはね。はい、それからアメリカで活躍する大物アーティストと本気で競えると思っているのですかということでね、
今回受賞した、まあ、対抗馬ですよね。あの人だってもう10年選手でしたからね。それから去年においてはですね、アリアナ・グランデであるとかレディー・ガガとかそんな人が対抗馬ですからね、とてもじゃないけどと言ったところではないでしょうか。それから彼らも外国人アーティストを自国のアーティストと比較してどう評価するという問題がありますということでね、彼らというのはアメリカ人にとってもということですよね。そこでいくらね、まあこういう BTS ですか、防弾少年が出てきたとしてもですね、これを選ぶとなればそれはやっぱり考えるわけですよね。それにしてもですね、ビルボードでさえただ単にダウンロード数が多いといっぱい買われたと、あるいはミュージックビデオ YouTube でたくさん視聴された、それからあるいはねラジオでいっぱいかかった、こういうことがね数字が上がれば良いだけではありませんよということで、審査基準まで変更せざるを得なくなった、そんなことまであるわけですからね、そういった意味では本当に迷惑をかけている、そういう状況だと思います。東洋人がアメリカに行く、そこまでは良いんですけれども、ただね彼らの文化を邪魔するもんじゃありません。その逆をやられたら、例えば日本人だってですね、嫌なはずですよね。近隣国から日本のテレビ番組に出演をするという話だけでも、ことと次第によっては嫌がられる、物議を醸すということもあるわけです。どの国でもやっぱり自国のアーティストの歌がですね、心にスッと入ってくる、そういうものだと思いますし、心からやっぱり応援したいなと思うものですからね、外国であるアメリカに呼ばれていくのは良いんですけれども、初めから断る選択肢もあったはずですし、行く限りにおいては絶対にくれ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 というのではなく、やっぱり謙虚にあるべきだと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。